こんにちは、トイズガオです。はい、またまたミニプラを溜め込んでしまいまして、こちらクリアバージョンが届いたので、もうこの辺も作っていかないとどんどん時間が過ぎていってしまいますので、今回ミニプラ3連戦となります。まずはこちらの動物合体シリーズ04コンドルワイルドです。はい、ラインナップがキューブコンドル A、 キューブコンドル B、 キューブタイガー、キューブエレファント、キューブクマ、キューブコウモリとなっております。こちらはですね、まずこのコンドルワイルドを構成するこの4つのボックス、キューブコンドル A、B とタイガー、エレファントがあるんですが、まあこちらタイガーとエレファントは再録なので、作らなくてもいいかなと思いましたが、コンドルワイルドとして残したいのでここは作っておきます。そしてこちらキューブクマとキューブコウモリですが、これが、登場したことにより、こちらのワイルド搭載キングが完成しますね。そしてこちらのですね、キューブクマのセットにこのビッグキングソードのこのソード部分がついてるんですね。なのでこのワイルド搭載キングの後ろにビッグキングソードが装備できるということになり、これで完璧なワイルド搭載キングができるということですね。はい、それでは作っていきましょう。はい、というわけで個別での組み立てが完了しました。今回もですね、こちらの黄色い部分なんですけども、実際は金色なので、金色のマーカーで部分塗装してみました。これでちょっとゴージャスな感じが出せたかと思います。こちらキューブコンドルは A、B で分かれているので、2箱分のものを今こちらで完成させたいと思います。キューブコンドルの動物モードが完成しました。こちらはですね、デラックス版ではこの頭部分がですね、こう上から突き刺さる感じなんですけども、こちらでは分割して上下でジョイントするような形となっております。はい、これで全部完成となりますね。はい、では合体の前に全部キューブモードにしていきましょう。はい、それでは合体していきます。
完成、コンドルワイルド。はい、こちらもですね、下半身が獣王ワイルドと同じなので、同じだけ可動域がありますね。そしてこちら、このミニプラだけのギミックなんですが、このコンドルの頭部の下のところに、このように持ち手が出るようになっていて、こちらを持たせて、銃のような武器として持たせることができます。こちらのキューブウェポンの方なんですが、こちらデラックス版とほぼ同じように、持たせることができます。はい、そしてキューブクマの方ですが、クマアックスとして持たせることができます。こちら補助パーツが付いているんですが、はい、こちらのパーツはワイルド獣王キングの腕として合体しているキューブゴリラのこちらの腕なんですが、このクマアックスを持たせるとこちらにこう下がってしまうんですね。こちらの下がりを抑えるための補助パーツとしてこちらに取り付けると、この下がりがなくなるということで、あくまでもこれワイルド獣王キングの右腕に持たせるときはこのパーツを取り付けてくださいということですね。はい、これがないと重さで下がっちゃいますね。はい、そしてこちらのですね、キューブウェポンの方なんですけども、これがラインナップに加わったということで、ワイルド搭載キングの完全版ができるようになります。はい、ワイルド搭載キングの途中までが完成しておりますが、あとはこの2つのキューブをつけることで完成します。まずはクマの方を開いてここに合体させます。はい、そして最後にコウモリを開いてここに合体させます。こちらビッグキングソードのミニ版となっておりましたものが、こちらのビッグキングソードのソード部分と合わせることによって完全版のビッグキングソードになります。こちらの部品を外して、このミニのままここに挿して、こちらのパーツを戻して固定します。はい、これでビッグキングソードが完成しましたので、こちらの裏側の腕の後ろに取り付けます。はい、これで完全版のワイルド搭載キングが完成しました。やっぱりこれね、上の方の重さが重すぎてすごい足がグラグラするのでね、あんまりこの状態にはしたくないというのが本音です。もうちょっとこの足のあたりをちょっと土台としてしっかりしたような感じで作っていただきたかったんですが、
このままだとかなり弱々しい足となっております。ワイルド搭載キングはできましたが、僕はちょっとこのままだとすごくグラグラして安定しないので、元の3体のロボに戻したいと思います。はい、というわけで今回はミニプラ動物合体シリーズ04コンドルワイルドをご紹介しました。まだまだミニプラの方は作っていかないとどんどん溜まっていってしまいますので、次回はこちらのマイクロ合体シリーズをご紹介したいと思います。それでは以上、トイズガオーでした。